放牧されている白最1900年頃のエフェフェ3マトボは、ジンバブエ南部のブラワーヨの約3 5トル南から先に広がっている、河口岩室の小球群と木々に覆われた渓谷からなる地域である。これらの丘は、地表に押し出されてきた、加工岩によって20億年以上前に形成されたものである。 ハゲ頭を意味する。丘が並ぶ地域は3100平方キロメートルに及び、そのうち440平方キロメートルが、ジンバブエ最古の国立公園である。残りには小規模な私有の商用農業地も含まれるが、大部分は共有地である。国立公園の一部は遊戯用に設定されており、黒菜や白菜も含めた狩猟動物もストックされている。国立公園は、岩が、 絶妙のバランスで積み重なっている基幹やムポポマ、川渓谷沿いの絶景など、およそ100平方キロメートルに及ぶ美しい景観地域が含まれている。この丘には、およそ2000年前に3人が定住した。彼らはこの地に数百点に及ぶ、岩江群を残した。また洞窟や渓谷の裂け目からは、粘土製の炉をはじめとする加工品が見つかっている。1896年には、 第二次マタベレス戦争に際し、この丘群で白人入植者とンデベレ人指導者の間で会議が持たれた。この会議は洞窟の一つでフレデリック・ラッセル・バーナムが無立法を殺害して幕が下りた。セシル・ローズやその他の白人入植者の指導者たち、例えばシャンガニ・パトロールのレアンダースター、ジェームズ・ソンなどは、この地の精霊たちの丘マリンディジムの頂上に葬られた。 このことは、そこを聖地とみなしていた先住民たちとの間で大きな摩擦を生んだ。洞窟から見つかる大量の焼き物や丘から見つかる穀物用の粘土製の瓶は1896年の反乱の時代の忘れがたみなのである。また、茂みのマークのあちこちに天の撃たれた青銅板も見つかるが、この天は武装した砦や小規模な戦闘のあった場所を表しているのである。 マトボの丘群は、諸那人をはじめとするアフリカ南部の人々にとって聖地とみなされており、多くの儀式や宗教行事がそこで行われている。伝説では、50年前まではある丘の洞窟では、声が聞こえたとされている。文化遺産としてのカテゴリーは、サイトであり、同時に文化的景観とも位置づけられている。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、 登録された。まともの名は、映画、ザ・インタープリターに登場する架空の国家の名前としても使われた。ありがとうございます。